かさみや祭りかっか。はい、ということで、今回もですねペーパーマリオ RPG を遊んでいきたいと思います。で、今回4回目ですね。ステージ1がね前回終わりまして、今回は多分ステージ2に入っていくと思うんですけども、はい、どんな冒険になるんでしょうか。ということで早速行ってみましょう。スターなんとかをね手に入れたので、千年扉を目指すんですよね。はい、ということで行きましょう。ゲーム音どうですか？ちょっとちっちゃくしようかな。はい、じゃあ行きまーす。取れてるかな？取れてるか、取れてると信じよう。はい、じゃあ行くよ。あれ、そういえばマリオさん、スターストーンは見つかったけどピーチ姫には会いませんでしたね。ピーチ姫は一体どこにいるんでしょうか。無事だといいんですけど。そろそろメールが届くんじゃない。ああ、来た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 。どうしたんです、ブルブル震えてますけど、体の具合でも悪いのですか。マリオへ、このメールが無事にあなたの元へ届くことを願って送ります。私は今捕らえられています。ここがどこなのかわかりませんが、今のところ私は無事です。私を捕らえた者たちは私があなたに送った地図を探しているようです。おそらく彼らはあの地図をもとに、スターストーンというものを見つけようとしているのでしょう。彼らが何を企んでいるのかよくわかりませんが、悪い予感がします。あなたが地図を持っていることも彼らに知られてしまったかもしれません。くれぐれも気をつけて。私のことは心配しないで、ピーチより。それってピーチ姫からのメールですよね。ひとまずピーチ姫は無事みたいですね。よかった。よかったのかな。でもさらった者たちもスターストーンを探しているだなんて、僕たちも早くゴロツキタウンに戻って次のスターストーンを探しましょう。そうですね、頑張るしかない。よし、あー、先制攻撃失敗。まあ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 、レベル上げだと思って、行きましょう。どうしようかな。ハンマーとかで、この、先頭にいるやつしか倒せないのか。よし、行くよ。えい。よし。技。コーラアタックだー、いけー。おー、順調順調で、おー、今決まった。お、いいじゃん。あ、見て、星のやつがさ2位まで溜まるようになってない？あれね、いいな。順調ではないか。どうやって戻るんだっけな。えい。まあこの先だよね多分。えい。めちゃくちゃ順調。もうね、このキノコたちは順調に倒せるようになってきました。あれ。スターポイントゲット。これもね、早く100まで貯めてどんどんハートポイントを増やさないと。このガードが苦手な私にとってはね、結構本当にね、このハートポイントを増やさないとそれが負けにつながる。これも1回で倒せそう。えい。2段階ジャンプみたいなやつ、すごいこう上手になってきたね。おお、あ、ぶつかっちゃった。よし、えい、えい。
はいはいはい。よし、じゃあ行くよー。どんどん行くよー。これダッシュとかね、できればいいのにな。基本的にこのテクテク歩きなんですね。戻ろ。よいしょ、よいしょ。あれ？いいんだっけ、こっちで。あれ？あれ？こっちでいいんだっけ？あれ？あれ？ドラドラ平原からどうやって戻るのかわかんなくなっちゃった。スターストーンを掲げに行きましょう。ゴロツキタウンの地下よ、だって。わかるけど、どうやって行くんだっけ？あれ？どうやって行くのかわかんなくなっちゃった。知ってると思うけど、とか言われちゃったよ。どうしよう。途中の土管から入るんだっけな。めっちゃ迷子、はあ、迷子。これなんか地図みたいな見れたっけ。どっか入るんだっけ。やべえ、完全に迷った、迷ってしまった、こんなとこで。えいえい。これさ、技ダメだよね。仲間チェンジということにしておくか。よし、決まった。あれ、どうやっていくんだったっけ。マジ頭の中もハテナがいっぱいなんだけど。どうやっていくんだ。ゴロツキタウンでしょ、これ。今のエンカウントしちゃうか。あ、やべえ。すごい今どうやって変えるんだっけをすごい考えてしまっていた。作戦仲間チェンジ。あー、これで。やばい、亀がやられる、亀がやられてしまう。えい。やばいな、ゴロツキタウンへの帰り方を忘れてしまう。はい。あれ、これってさ、これあれでもらえるんじゃない？ほら、イエーイ、ハッピーハートのバッジをゲットだ。少しずつ回復する。やったね。で、あ、そこから入るとかどうかな。あれ、でもそんなことないよな。どうやって戻るんだっけ。この先に行ってもダメだもんね。絶対この橋でさ、見送られたからさ、この橋の先なのかなって気はするけど。千年の扉はゴロツキタウンの地下。はい。マジでどうやって帰るんだっけ。花花タウンでしょ。
って帰るんだ。まあせっかくねここに戻ってきたから体力を回復しとくか。はい、泊まる。宿泊券はさ、ちょっとさ、マジで金欠になった時に使おうね。ちょっと待って、ゴロツキタウンをちょっとググろこれ絶対帰れない。タウン、うん、ゴロツキタウン帰り方。ダメだ、すぐ出てこない。うおどうやって帰るんだっけ。やばい、めっちゃ迷子。ゴロツキタウンってさ、一番初めの始まりの地でしょ。それはね、わかるんだけど、でもなんか来た道を戻りましょうしか出てこないな。一旦でもやっぱりさっきの方戻ってみるかね。だってこっち側にさ見送られたんだから、やっぱりこっち側なんだよ。戻ってみよう。さあ全力で行くよ。やばい全力で行けてない。いやー、めっちゃ調べてた。いやー、えい。なんかアイテムをね持ってたから厄介そうだったな。ダメだ、1しかダメだった。おお、ハンマーで、いきましょう。ハンマーで、ハンマー得意で、カメは使えないからダメで、ジャンプで一撃イエーイ、スターポイントもゲット。いきなり村を出て1ずつも減ってしまった。くそー。あ振り向きざまに、こちらもハンマーで戦おう。これさ、なんか本当は何回かに1回さ、後ろの背景が倒れてくるみたいなあったけど、全然倒れないよね。何パーセントぐらいの確率なんだろうね。ね、いやよし今いいんじゃない。えい、いいね。めっちゃ今のは綺麗に決まったよ。えい、えい、いや、めちゃくちゃ理想的な勝ち方した。嬉しいはい、じゃあ行きます。この先へ。なんか今お花みたいな拾ったかも。あ、失敗した。先制攻撃ダメだったか。今当たったと思ったのに。むー、よし、もう一回。えい、えい。コーラアタックでいきます。よし。いいね。あれ、なんかさ、体力回復してない？
あ、今のお花みたいなやつだったのかな。ね、なぜでしょう。なぜでしょう。よし、よしよし。あ、この先ってこと？あ、ここか。めちゃくちゃ単純なボンミス。単純なボンミスってこれ2回言ってる？なんか。あ、来た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 。ここにね、はい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 。これちょっと油断しないようにね、行きましょう。えい！もうちょっと近づいてほしい。えい！ギリギリで怖い。えい！はい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 。これで、あー、ダメだ。先制できなかった、先制。いくよー。えい！このなんだろう、戦いなんだけど、こう舞台形式みたいなやつがちょっと面白いよね、ペーパーマリオってね。こう、怖くないよね、あんまり。怖ーいって感じじゃん、あの、いろいろこういう戦う系のゲームってさ。よいしょ。これってここ登れる？あー、なるほど。宝箱がね、欲しいなと思ったんだけど、まだダメそう。これはこの上に行けるのかな？地下に行ける？鏡を見せに。よし、行きます。鏡を見せに？扉を探しに？よし。ちょっとさ、某小説に出てきそうな立派なやつだよね。あれ？ここってさ、もしかしてこれでさ、通れるようになった？おー！通れるようになってる！あ、なんか怖い。ダメじゃないこれ。やられるよね、この速度じゃ。ダメだ。やられてしまう。やられてしまう。まだでしたね、きっと。まあ、この先、ゲットできると信じたい。めっちゃ、あのペースで間に合わないもんね。トクトク、なんか、テク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 っていう速さじゃない？鏡を見せに、鏡じゃない。鏡って言っちゃうな、さっきから。ここは、なんかあんのかな？あ、何もなし。あれがね、取れるのかな、今後。まだ届かないもんね、この亀じゃ。あ、全然届かない。ダメだ。ダメでした。まだなんだね。よし。よいしょ。あうわー、食らった。なんだよ。トンカチで攻撃をするよ。えい！ 2でやられないか。よいしょ。おお、今綺麗に決まった。えい！あ、いいじゃん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 。ちょっとラッキーな、ラッキーウィナー。超ラッキーに勝ちました。ラッキー、こういうのなんて言うんだろうね、ラッキービクトリーみたいな感じ。どういう言い方が正しいんだこれは。あー、あっち側に渡りたい感じ。やばい、また受けてしまった。おー、今うまかった。いや、でもだいぶ一瞬だよ。えい！オッケー。ん？はっ！寝てしまう！まずい！まずい！
これは避けられないのか。うわー、寝てしまった。ぴゃーん、やばいやばい、またまた、うわー、起きた、やっと起きてくれた。仕返しだー。危なかった。寝てしまった。初めて眠りに入ったかもしれないですね。なるほどね。これどうやって行くんだっけ。これ登って飛行機で行くんだっけね。絶対それだよね。よし、行きましょう。この奥にはなんかあったっけ。あー、呪いをね、受けたところですね。よし、じゃあ行くよ。さあ、見よ。やばい。全然ダメじゃん。ちょっとどうすんのよ、これ。やばい。こんなことって。よいしょ、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 よいしょ。ダメか？ダメか。うわーやばい。やばい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 。やばい。飛行機の操縦がね、下手くそすぎる。ていうか私ね、これ紙飛行機ってもともとあんまり得意じゃないんだよね。下手くそだよ、私飛ばすの。あ、いいじゃん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 。まあ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 、許して。よし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 。え、この先だよね。あ、よかったよかった。ここだ、ここ。よーし、やっと、ここに来ました。一苦労だよ、もう。ふぅ。お水飲もう。何か、何か起きるか？ん？吸収された。宝玉みたいだ。おーおーって感じ。あ、あ、いいねいいね。これは行ったエリアがどんどん塗られていく感じ。あ、次はちょっとこう夜の世界みたいな感じなんですかね。かっこいい、なんか、綺麗そうな。うん。緑の星なのかな、次は。いいなぁ。綺麗そう。魔法の地図にスターストーンのありかが書き記された。はい。見てください、マリオさん。次のスターストーンのありかが書き記されていますよ。でも、これがどこなのか、ちょっとわからないですね。うん。グッドだって。え、わかる？フランクリ先生に見てもらいましょう。なるほどね。え、戻んの？あ、びっくりした。自動で行ってくれる。助かる。助かった。ふむふむ。出た。フランクリ先生。なるほど。わかったわい。それで、次のスターストーンはどこにあるんですか？不思議の森だよ。その森にある大きな木の中に二つ目のスターストーンがあるようだ。おお、不思議の森の大きな木？うん。その森には、確かこんな変わった小さな生き物が住んでいたはずだわい。かわいいね。不思議の森につながる土管も町の地下にあったはずだ。ところで、フランクリ先生、ピーチ姫のことなんですが、少し前にマリオさんのところにピーチ姫からメールが届いたんです。うん。メールには、ピーチ姫をさらった者たちがスターストーンを探していると書かれていました。それから、ピーチ姫がいる場所についてはピーチ姫本人もわかっていないようです。ピーチ姫をさらった連中もスターストーンを探しているとは、一体何の目的で、果たして伝説の宝とは何なのか、わからんことが多すぎる。いずれにしても、手がかりはその地図とスターストーンだけのようだ。
では僕たちは次のスターストーンを探しに不思議の森へ向かいます。うむ、頼むぞ。連中が探しているというのも嫌な予感がする。奴らより先に手に入れるのだなんかこっちが悪の組織みたいになってませんか？大丈夫かな大丈夫。え、このフランクリ先生最後の最後でさ、裏切ってきたりとかしないかな。あ、ヒノキのブラザーズ。あ、コンタクトレンズ入荷してる。あ、ルイージ。やあ兄さん、こんなところで会うなんて奇遇だぜ。奇遇だね。僕かい？実は僕、怪物クリキングにさらわれたワッフル王国のエクレア姫を助けるために冒険をしてるんだ。おお。実はこの間ワッフル王国のクレープ大臣に会ってきたんだ。こっちはこっちでなんかすごいスイーツな感じのね、可愛い世界を冒険してそう。その時の話を聞きたいかい？ただちょっとばかり長い話になっちゃうけど。話すと長くなるんだけどね。この間兄さんがピーチ姫の手紙を受け取ってさっさと冒険に行ってしまっただろ。仕方がないから僕は一人でお料理をしていたんだけど、そうしたら手紙が届いたんだ。手紙にはこう書かれていたんだよ。マリオ&ルイージ様、私はワッフル王国の大臣クレープであります。実は先日クリキングという恐ろしい怪物が現れてエクレア姫をさらっていったのです。どうかお願いです。我々に力を貸してください。あなた方だけが頼りなのです。よろしくお願いします。ワッフル王国大臣クレープ。大臣クレープかと、まあこんな感じだったんだ。兄さんがいなかったけれど放ってはおけないと思って、そこで僕だけがワッフル王国へ行くことにしたんだ。作りかけのお料理のことを忘れないようにメモしてからすぐに出発したよ。ワッフル王国へ着いた僕はそこでクレープ卿から詳しい話を聞いたのさ。クリキングというやつがエクレイ姫をさらったんだけど、一体どこへ行ったのかはさっぱりわからない。占い師のお告げによると、奇跡の羅針盤のパーツを見つけなきゃいけないらしいんだ。奇跡の羅針盤かな。羅針盤？羅針盤は古の呪いによって7つのパーツに分けられていて、世界のあちこちに散らばっているみたいなんだけど、奇跡の羅針盤のパーツはそれぞれのお互いのありかを指し示すらしいんだ。エクレア姫がつけているティアラには羅針盤のパーツが埋め込まれているから、羅針盤のパーツを集めていけばいつかきっとエクレア姫にたどり着けるんだって。早速ワッフル王国に伝わる羅針盤の台座に大臣が持っていた羅針盤のパーツを埋め込むと、羅針盤は光り輝いて遥か南プディング大陸かのゴロゴロ火山を示したんだ。だから僕はこのゴロツキタウンから船でゴロゴロ火山に向かおうとしていたところなんだ。行く手に大きな危険が待っていやが、僕は負けないよ。なんとしても姫を救い出すんだ。ま、寝てるじゃんもっと他の話も聞くかい？聞きません。僕の話が聞きたくなったらいつでも声をかけてね。だって可愛いね、ルイージ。はい、じゃあとりあえずコンタクトレンズですよ。それを受け取りにね、行きましょう。っていうのと、せっかくなんでここでセービングもしときましょうね。セービングはい、で、はい、あい、あい、よいしょ、ここですよ。あ、入荷してる。これでしょ絶対。10枚になりますが、はい。おー、オッケー。キノコは補充しとくか。FP が5回復読。まあいいかなー。よし、じゃあ行くよー。で、あ、見て、こんな動きできるのか。あ、これあれか、ペラペラになるやつか。ちょっとさ、宿屋で回復しとこう。あ、ここじゃなかった。あれ、あ、ここで、ここだよ、ここ、上の階、上の階。よいしょ。はい、ちょっと回復させてください。うん、ごゆっくりどうぞ。ペロリ本当にね、このね、スライスが、スルッと入るのがすごい可愛い。良いね。うんうん。
よし、じゃあ行くよ。コンタクトレンズどうぞ。怒ってる。怒んないで。あー、コンタクトレンズ、世界がくっきり見えるよ。あー、なんて幸せ。言っちゃった。おい、俺ぐらい言え。これからは気をつけるんだよ。あ、こっちがごめんなさいだごめんね。ちょっともう一回会いに行こう。まだ怒ってるかな。おや、あんたかい。私はナンシー。こう見えても料理が得意なんだよ。材料を持ってきてくれたら腕を振るってあげてもいいよ。じゃあ早速何かお料理してあげようか。そうなの？じゃあちょっとキノコを渡してみるか。はい、おとなしく待ってるんだよ。だってふふ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 、かわいい。なんか痛まってる。絶対キノコに入ってなかったものが入ってる気がする。いろんな色がね、痛まってましたよ。あ、キノコ炒め。あ、え、これ絶対さ、キノコ炒めにしてもらった方が良くない？全部お願いします。ちょっとスキップでいいや、スキップ。ほい。おーい、え、絶対こっちの方がいいでしょ。お願いします、お願いします。はい、お願いします。これね、ちょっと私で見えにくいけど、プラスボタンを押すとね、多分スキップだから、これで。はい。おー、お願いします。はい、お願いします、お願いします。もう爆速でお願いします。はい。おー、他にもあんのかな。ハニーシロップって一応食べ物なのかね。よし、お願いします。これはどうなるんだ。うん、違うのになった。毒などが消えて FP が5回復。え、めっちゃいいじゃん。今度から何か食べ物をゲットしたらこの人にね、この人経由しようかな。草は、草は食べ物じゃない。このファイヤーフラワーは、え、なんか作ってくれるんですか。何になるんだ。なになになに。あ、回復のものになった。熱々スープ。へえ、なるほどね。へえへえまあ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 、え、鼻の方で良かったかもしれないな。だって攻撃でね、ダメージ与えられるでしょ。まあいっかいっか。はい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 、よし、行きましょう。この先にきっと地下に続く道があるんでしょう。パパは小説を書いてるの。でも全然売れないの。ダメなの。でもお家めちゃくちゃ可愛くない？ここも。私ね、こういう壁好き。あー、可愛い。電気とかも可愛い。超可愛いじゃん。マジで可愛い。こういうお家に住みたいですね。あ、え、もう、これですっていう感じの土管がある。ちょっとでも、こっちのエリアも見てみたいな。あー、でもいろいろありますね。あー、ゲームセンターみたいなやつと。ね。ありますけど。おー、ピンク。なんか、亀がベッドの上でハッスルしてます。一日が過ぎてゆく。お金持ちなんだ、設定が。なるほどね。確かに、ちょっとお金持ちっぽい感じの家具ですね。お花とか垂れ下がってる。よし、じゃあ行きますか。あ、
星のかけらをゲット。あれでもこれ入れなくない？入れないよ。あ、これってここに入れる？もしかしてほら、今ちょっとすごい冴えてたよね。おー、入った。これじゃあここ渡っていきますか。ほっ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 。これはいいのか、これで。あ綺麗に食らった。うわー、綺麗に食らいましたね。じゃあこちらも綺麗にお返ししますわよ。えい。まあ強さはあのさっきの人たちと変わらないですね。いいね、ちょっとうまかった今。えい。よいしょ。おー、嬉しい。はいはいはい。あれ、キノコゲット、ゲットゲット。あれこれさ、あ、君上にいてよかったのに。これこっちに行くのが正解なのか、ちょっと入ってみようか。多分その横も気になるけど。あ、なんかより地下に、うわっ食らった。うわっ、あー、危ねえ。危ねえ。お、ちょうだい。よいしょ。えい。よいしょ。どうなる？えい。おー。えい。あ、なんかパックンとかいるよ。知らなかった、客席にパックンが。やべ、あー、まあ1でよかった。おお、ちょっとガード上手くなってきた、突然。えい。でも本当に瞬間なんだね、難しいよ。よし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 。結構ね、このなんか地味に戦うのがめんどくさいなと思うけど、なんかレベルがね、あの100単位で上がってくでしょ、100集めると上がるみたいな、なんかそんなに時間がかからないっていうか、大変じゃなくて面白、やりやすい。お、いいね、今決まった、綺麗に。あ、でも4匹もいる。まあまあまあ、でもこれで確実に1匹は倒せるので嬉しい。よし、お、いいね。えい。あ、いいじゃんいいじゃん。おお、集中してた今。おお、集中してた。集中してた今、私すごく。えい。いや、このえい、ガードが綺麗に決まると嬉しいな。おお、ええやんなんてあんまり言わないけど。あ、なんか雷をゲットしました。雷ゴロゴロをゲットだ、だって。へえー、よいしょよいしょ。これはえい。なにこれ、じわじわキノコだって。あ、これ私の好きな、このスルッて入るやつですね。
あれでも、この先には行けないんだ。この反対側のさ、あそこに行きたいけどさ、まだ行けないのか。まだ行けないのか。まだダメなようだ。まあ今後ストーリーが進むといけるようにな。これってさ、あれじゃないの？ここ通れるんじゃない？ほらほら、おお、少しの間 FP が回復する。いいね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 。うわ嬉しい。何これ、あ、地図がなんか認識してる。ん？なんだ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 。あ、土管が出てきた。え、入っていいものか迷う。これはどうなるんだ。何もわからず押してしまった。繋がったよってこと？ショートカットできるようになったの？あ、ここにできたのか。で、こっから入ると？あ、ここに戻んの？めっちゃいい、めっちゃいいじゃん。まあ、とりあえず今ここを入ってみようか。1番って出たしね。1番はどこに行くんでしょうか。ほのほの村に戻ってきちゃった。はぁ、あ。めっちゃ便利じゃない？ショートカットができるんですね。いいね。あ、まだ開かないんだ。おい、開けろ。開かないんだ。まあ、この先ね、行けるようになるのかな。なるほど。とりあえず、でも今はここじゃなさそうだね。これ、でも戻れなくない？まさか、ここに来ちゃったってことは、上からじゃないとまた、水に落ちちゃうよね。やられちゃうよね。そしたら、じゃあ、戻るか、上から行くか、じゃあ。しょうがない。なるほどね。ゴロツキタウンに来ました。まあ、ここまで来たから、もう一回回復しとくか。すぐ回復する、私。もう。だってどこでがっつりさ減るかわかんないんだもん。はい、お願いします。あ、元気いっぱいだって。止まんないじゃ。なんだ、元気なのか。よいしょよいしょ。じゃあここで、こうして、で、じゃあさっきのとこにまた戻るよ。ちょっと待って、せっかくここに戻ってきたんだったら、あれお願いしたい。ちょっとキノコ料理にしてもらおう。はい、お願いします。キノコ、はい。めっちゃお料理してもらう。オッケー。わーい、嬉しい。これもお願いします。大量のキノコ炒めを所持している。はい、いいね。これは少しの間 HP がじわじわと回復するってなってるけど、お料理することによってもっといいものになるんでしょうか。お、なんか違う。あ、
キノコ料理 HP が 15FP が5回復するだってめちゃくちゃ良くない？これは？はい、あーあーあー、これね、これになるのか。めっちゃめちゃめちゃいいじゃん。よし、じゃあ行こう。嬉しい、すごくいい感じになったよ。よし、じゃあもう一回行くか。ここからしか入れないんだもんね。ペラリさっきと違うところにね、行きたいんですけど。あれ、今なんか上の方から行けたね。さささっと行ったら、ん？なんだ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 。あ、ここはまた違うのか。へえ、ここは何？情報が交錯するあなたのとっておきの、あー、なんかそういう感じね。ここは？あ、お店。あ、この辺で買うとさ、あれじゃない？ここで買ってさっきの人にお料理してもらうとめちゃくちゃいいアイテムになるよね。めちゃくちゃいいね。この先は何かあんのか。何もなし、何もなし。こっちは、あっち側はまだ行けないのかな。行けなさそう。この隙間も通れなさそう。ダメだ。何もなしって感じね。はい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 。じゃあやっぱりこの上に行かないで下からね行くのがいいのか。よし、セーブしとこう。で、さっきこの上通ったっけ。ここ、こっから行った、さっき。ここから来んのか。あ、降りちゃった。うわ、めんどくさ。またこっちから行かないと。なるほど、そういう感じね。じゃあやっぱり下に、下に下にって感じだね、どんどん。よし、よし、行くよー。わー、受けてしまった。おっと、危ねえはい、えい、甲羅アタックを食らえー。うん、おっと、こいつらのガードは避けれるようになってきた。えい、いいね。よし、よいしょ。すぐレベルがアップするじゃないですか。わーい、ちょっとこのまま行きましょう。さっきと違うルートをね行けるといいのかなと思うんですけど。やべ、受けてしまった。やべ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 ー。えい、これ3回来る？ 3 回来んのか。やだな。えい
えいあーヒヤヒヤしたえいよいしょ。うん、また来るか。2回今度は2回来る。えいおお、あぶねー。よいしょあああ、失敗したこの甲羅を成功させなきゃ。よしよしよし。うん、あ、失敗した失敗したこういうこともあるんですねえい、よいしょ。おーおーお、次戦えばレベルアップするよ。嬉しいね。よいしょよいしょよいしょ。で、あ、やっぱこれダメじゃね。え、これどうやっていくの。他に道があったっけ。なんとなくだけど不思議の森につながる土管こっちじゃない気がするわ。だってあ、他にもあったっけ。うん、お、やべ、受けてしまった。おお、普通にね迷子なんですよね。すぐ迷子になっちゃうんだよな、こういうなんか冒険するやつってよいしょ。さあ2回来るよ。なんかさ、このゲームありがたいな。こっちじゃないよって言ってくれるのいいね。私今言われなかったら戻ろうっていう判断にならなかったもんね。何かあんのかなみたいななんなら水に飛び込んでみようかまで考えたもんね今。お、上がったよレベルが。あ、嬉しい、めちゃくちゃ嬉しい。どうしよう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 。これこれかな、そろそろ。でもこれもいいよね。ちょっとそろそろこれつけようかな。わー嬉しい、いいね。うん、ちょっとさ、バッジつけたくない？いろいろもらってるもんね、バッジ。ちょっとセーブしとくし。あ、あっちとかなのかな。お、やべ、ちょっとバッチを今やろうと思ったのに。ま、レベルも上がったんですぐ倒しますわよ。えい、いくよー、えい。さあ2回来るわよ。えいよいしょあー、ヒヤッとする。えい、よいしょー。1回か、次は1回。さあ避けろ。えい、おー、いいね。なんだ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 。あ、石だ、石だったか、見えなかった。今の石だったのか。えい、うわ、せっかく満タンになってたのにもったいないことしちゃったよ。うーん、
まあ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 良いでしょう。で、ちょっとバッジをね、なんか持ってないかな。お、ほら、こういうの持ってるじゃん。これいいね。これ面白いね。へえ。あ、さっきこれついてなかったね。必要な FP は3。なるほど。これ今あんま使ってない気がするのと、これにしてみる？残り1だって。じゃこれでいいんじゃない？ね、ちょっとこれにしてみよう。OK。あ、あっち側からいけんじゃん。なんか×が押してあるけど。どういうこと？ん？これ、ここをやるとみたいな感じ？え、どうするんだろう。あそこの土管に入りたいような気もするし、こっちじゃない気がする。だってじゃあやっぱこっち。でもこれ上に行っちゃうよ。どうするんだ。コロツキタウンの地下、やっぱりこっちじゃないのか。もしかしてね、ずっとこっちを見てますけど、もしかしたらシンプルにいつも入ってる方ね、最近よく入ってる方なんじゃない。こっちの、そんな気がしてきました。そんな気がしてきました。こっちな気がしてきました。1時間かけて探してますが。うわー、こっちだったかな。やっぱりこっちか。なんかストーリー進んだもんね。うわ、マジか。あ、ここあれじゃ、入れるじゃん。おー、今なんか入ってったよね、ネズミみたいなの。追っかけよう。およいしょ、行こう。絶対これを追いかけろでしょう。あ、ほら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 、ちょっと追うわよ。私たちも生き物ですよ。確かにさっき映ってた。お、いた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 。いやー、だって、オイラを食べないでー。食べないよー。え、オイラを食べに来たんじゃない。いじめない。はい、いじめませんよ。いじめない。本当？あー、よかった。少しちびりそうになっちゃった。君、不思議の森の生き物でしょ。どうしてこんなところに。え、どうしてオイラのこと知ってるの。はやっぱりあんたたち、あのメガバッテンとかいうやつらの仲間でオイラを追ってきたんだ。うわー、もうダメだー。メガバッテン、僕たち君に何かしようなんて思ってないよ。だからちゃんと話してくれるかな。実はオイラが住んでる大きな木にメガバッテンと名乗る悪いやつらがやってきたんだ。オイラたち何もしてないのに、そいつらいきなり木の中をめちゃくちゃに荒らし始めたんだよ。すごい環境破壊をしてきたんですね。かわいそうに。かわいそうだ。そういえばなんたらストーンを見つけるって言ってたような。オイラたちそんなもの知らないのに。ねえ、あんたたちあいつらをやっつけてくれない。そしたらその1万円ですか、スターストーンだっけ、そいつをくれるようにおばばに頼んであげるよ。本当？まあしょうがないな。いいよ、助けてあげましょう。かわいい。
すごい喋ってる。口のあたりがもごもごして喋ってる。どうやって行くの？ま、ついていきますか。ちょっと待っててね、だって。秘密の道。これ通れる？通れるのか。おー、すごい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 。そこの土管からオイラたちの住処がある不思議の森へ行けるんだ。さあ、早く早く。これ？これか。うん。ステージ2が始まりました。不思議の森の大きな木だって。くるくるしてる。おー、なんか良さげな冬切り絵みたいな感じ。すごい綺麗。不思議だ、確かに。なんか深い。ここが不思議の森。確かに不思議なところですね。この森の大きな木にスターストーンがあるんですね。大きな木はもう少し行くと見えてくるよ。中ではおばばや仲間たち、それにオイラの妹が帰りを待ってるんだ。さあ行こう、だって。どこに？ここ？この先で合ってる？え？こっちか。お、あれ？こいつら。ヒヒヒヒ、さあ仕事の時間だよ。ビビアン、やんなきゃわからん、やんなきゃならないことはちゃんとわかってるんだろうね。マリオとかいうやつを見つけ出してスターストーンのありかがわかるという地図を奪うのよね。でもってそのマリオと仲間はサクッと始末しちゃうんでしょ。情報が正しければマリオとかいうやつはこの道を通るはずさね。そこを待ち伏せしてやつらから地図を奪うんだよ。ん？ビビアン、あんた何を大事そうに持ってるんだい？わっ、あ、これさっきそこの木の近くで見つけたの。とっても綺麗なネックレス。あんまり素敵だったからつい拾っちゃった。ふん、落ちているものを拾うなんてなんて意地汚い子だろうね。まあ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 、似顔絵をさっさとお出し、だって。持ってない。怒ってる。怒ると伸びるんだ。怒るとも伸びる。そんな。似顔絵を持ってないっていうことは、チャンス？うわー、うわー、だって。なんだよ、マリリン。え、ヒゲのおっさん？今はそれどころじゃないよ。後にしておくれ、だって。ビビアン、あんたまさか大事な似顔絵をなくしたんじゃないで、ないんだろうね。だからあたい似顔絵なんて知らない。おだまり。この後に及んでまだ口答えをするなんてなんてひねくれた子なんだろう。あんたみたいな子には、お仕置きが必要だね。すごい仲間割れをしておる。罰としてさっきあんたが見つけたネックレスは私がもらっとくさね。かわいそう。あ、兄弟なのか。そうか。お、覚えてないみたいですね。私たちだって。かわいそう。かわいそう。ただのかわいそうな3人組になっている。セーブしとこう。なになになにこれ。あ、敵か。あ、パックンだ。えい。これはどうしようかな。これでもジャンプだとパックンに食べられちゃうよね。これで、えい。おお、4のダメージでやられてくれるっぽい。えい。2でしょ。攻撃来る。どんな攻撃なんだ。やべ、普通に食らった。うん、もう一回ハンマーで。えい。うん、よし。また地味に100まで結構あるなぁ。おー、あ、なんかさ、あるよ、アイテムが。おー、ハニーシロップ、ゲット。アイテムがいっぱいだ、だって。え、どうしよう。どうしよう、何がいらないかな。宿泊券いらないかも。
本当宿泊券、まあでも5コインのね、価値なんで。あ、当たってしまった。さあ何匹で来る。3匹できたか。よし、これさ、フラワーはなかったっけ。あー、あ、ファイヤーフラワーあるじゃん。いっぺんに倒せないかな。あ、みんな1ずつある感じだ。あとじゃあ4なんだね、体力が。うわー、じゃあわざわざフラワー使わなくてよかった。よし、ガード1、1で。微妙。えい、わっ、えい、あんまりだったな。なんかあんまり納得のいかない戦いだったはい、え、じゃあこれ今1個アイテム使ったから回収しとこう。うん、なんか不思議な形をしている。あれ、なんだ、見えるかい、あの大きな木が。あれだ、あれか。また奥の方に行くんだね。あれがさっき言ってたオイラたちプニ族の住処の大きな木だよ。って言ってもオイラたちの他にもトゲ族やパイダースっていうやつらが住んでるんだけどね。すごい大きい木なんだね。さあマリオ、オイラの後についてきてよ。だってこの中宿泊券っぽいのが見えた今落ちてるよね。よいしょ。あ、落ちちゃうのか、気をつけよう。えい、えい、あぶねー今のすっごいボンミスだったよね大樹っていうところに来ました。うん、すごい綺麗。なんかすごい綺麗話す。ちょっと見てよ、オイラがいない間に見たこともない扉ができちゃってるんだよ。しかも開けられないし、やっとみんなを助け出せると思ったのに。かわいそう。めちゃくちゃ改造されているこの短時間で。うん、考えてる。お、そうだマリオ、こっちこっち。だって、あ、なんか登ってる。これは某あの映画みたいな感じの木の幹だ。昔おばばから聞いた話だと、この辺りに秘密の入り口があって、そこから中に入れるはずなんだ。あ、でもその入り口を見つける方法がちょっと問題かも。入り口を見つけるって一体どうするんです？入り口は見えない何かで隠されてるらしいから、それをどかさなきゃダメなんだ。どうやるんだ。マダム・クラウダの力があればなんとかなるかもしれないよ。だってクラウダさんってのはこの森に住んでいるムッチンプリンなセクシーマダム。なるほど、風を自由に操ることができる雲の精霊なんだ。だから見えない何かを強い風でブワッと吹き飛ばしてもらえば入り口が見つかるに違いないよ。クラウダさんの家は森の奥だよ。ここを出て一旦森の方へ戻ろう。あれか、この森は本当に素敵なところだわ。ここにお家を建てて大正解あの家を目指すって感じかな。ここは私の知っているきらびやかな世界とは違って静かで穏やかな世界。うん、マイナス4が私の疲れ果てた心と体をどんどん癒してくれるわ。そして私のマダムクラウダの美しさにますます磨きをかけてくれる。おまけにあの大きな木に住んでるプニプニしたプニちゃんたちもとってもいい子だしね。どんな人なんだ、どんな人なんだ
ちょっと行くのが怖いよ。どんな人なの？おお、ムッチンプリンだ。うおー。大丈夫？悪い人じゃない？悪い人じゃないのか？あらー、ない、ないわん。私の。何がないんだ？まあ、とりあえず戻るか。よいしょ。で、ここに戻ってきた。東へ行ったらクラウダさんの家が見えてくるようだって。まあ、行きますか。宿泊券ね、あるんですよ。だから捨てるでいいかな。お、はじめまして、行商人で最新の商品をずらりと。へえ、今でもね、アイテムがいっぱいなんだよな。まあ、いいかな、とりあえず。すまん。いっぱいなんだよ。めちゃくちゃキノコ炒め持ってんの。これ押せる？ダメだ。あ、やべ。あれ？見たことないやつらだ。まあ、でもこうかな。えい！あ、引かないだと？どうすんだ？え、効かないじゃん。どうするんだろう。どうするのかな。これとか。あ、5。おお、効いた。これでも使えないみたいだな。だからアイテムを使うしかないのかな。これ、技、飛ばせないから、観客にアピールしよう。よいしょ。で、あ、やばい。めちゃ食らった。ハンマー使える？この連続ジャンプとか気になるけど。えい、えい。あー、使えるんだ。アピールしとこう。で、ジャンプでもう一回。うわー、マジか。アピール。めっちゃ減ってる。これで、これは使えないのか。ってなるとやっぱこれしか。まあ、なんとかって感じですけど。なるほどね。強いな。おお、そしたらちょっと。体力を回復しとくか。持ち物、キノコ炒めとかにしようかな。こんなにあるしね。これどうなるの？よいしょ！おー。いいじゃん。あ、ハンマー効くね、下の方にいると。ジャンプで、とりあえず。よし。いいですね。これ、コールアタック効く？よいしょ。さあ、何が来るんだ。あ、やばい、これちっちゃくなっちゃうやつだ。わー。どうしよう。攻撃しても全然。ダメージがない。ダメージがない。わあ。おお。
ダメだ。やばいね、これ。めちゃくちゃめんどくさい。この厄介だな。わー、ズドンとくるよ。戻ってきた。トンカチで攻撃しよう。えい。ふぅ。ふぅ。よし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 。うん。あれ？あーすごい。すごい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 。これどうなってんの？あ、あ、すごい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 。なんかこっちに来れた。で？えい。おー。飛べってことですよね、これ。いや、無理じゃないこれ。で。あ、ここから入れるのか、これ。うわー、これどうやって行くの？あ、あれ気になる。おい、亀、あれを取ってこい。よし。いいですね。行きますか。どこを目指すんだろう。おー、ダメだった。ダメじゃん。ちょっともっかいもっかい。やばいよ、これ。やばい。さあ。もう一度。あ、やべ。あーあーあー、飛べない。飛べないのか、私。めっちゃむずい、これ。夢に見る勢いでむずい。飛べなーいって。スイーって飛べない。どうやって飛んでんの、みんな。あ、やばい。これ最後いらないのか、この。うわー。もうちょっと、簡単になってほしい、飛行機。超むずい。でね、どうしよう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 。一旦お水飲もう。一旦お水飲もう。うん。はい。めっちゃむずいんだけど、これ。本当に？大人向けのゲーム？これ。やばい、むずい、どうしよう。どうしよう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 。これ奇跡的に。ちょっと飛ぶので、まあ練習も兼ねてね。まあ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 。惜しい。なんか、L ボタンを倒しすぎ？ L スティックっていうの？これ。L スティックを倒しすぎ説？なんか、もっとこれ。このスティックをこう操作を緩やかにするのかな。あ、やばい。あー、うわー、ちょっと待って、キビー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 っす。あー、飛べん。飛べん飛べん。まあでもちょっと緩くていいんだ。あーやばいやばいやだ。あー、きつい。飛べない飛べないよ。ん？とりあえず行きたい方向に向かってこう。お、あ、来た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 。あー、危ねえ、今息止まっちゃった。よいしょ。おー、地震アタック。へえ、これめちゃくちゃ良くない？つけたい。つけたい。これめっちゃいいね。2減らさないといけないんだ。もうちょっと、レベル、次のレベルアップで、バッチ増やしたいね。まあ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 、いいか。とりあえずね。
なるほど。ん、やべ、あー、よし、まあ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 、どうしようかな、まあ、とりあえずハンマーかな。えい、いくよー、えい。で、この人たちはどういう攻撃をしてくるんだ。えい、あー食らっちゃった。えい、さあどうしよう、ハンマー効かなかったでしょ。そうなると何なんだ。あ、これじゃない、画面に合わせてタイミングよく A を押せだって。どういう感じ。えい、えい、あ、やべ、失敗、失敗か、今失敗しちゃった。が2回とかやるのか。おい、あ、やられたやられた。おーおー、あ、今すごいもったいないことしちゃった。結構大事なゲージを使ってこれをやったのね。うわー、もうちょっと先に取っておけばよかった。回復しとこう。で、これここ通れそうだね。よいしょよいしょ。うん、ジャンプ、やっとたどり着いた。うん、セーブしとこう。あの、ごめんください、いないのかな。森へ散歩にでも行ったのかしら。ということでセーブします。よし、いないね。あ、いた、来るかな。クラウダさん、いなかったら返事して。お、あー、入っちゃダメーんだってクラウダさん、いるの。あら、そのプニ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 って音は、あなたプニオちゃんね。音がするんだこれ、本当に。お久しぶりじゃない、私に何か言おうかしらんだって。あの、オイラたち大きな木の中に入れなくて困ってるんだ。おかげでオイラは仲間たちに会えないし、マリオはスターストーンを探せないし、だから隠された秘密の入り口を見つけるためにクラウダさんに一緒に来てもらいたいんだ。あー、そうなの。それでわざわざこんなところまで来てくれたのね。そういうことなら私もなんとかプニオちゃんたちを助けてあげたいわ。でもね、実は私も今困っていて、ここから出られないのよ、だって。どうかしたんですか。うん、私お出かけするときはいつもお気に入りのネックレスをつけていくんだけど、さっきお出かけしたときにどこかに落としてしまったみたいなのよ。ん、さっきのあの3人組が拾っていたものですね。必要なんだ、まあ、大事なものなんですね。うん、ね、さっきあの3人が持っていたやつですね。持ってきてくれないかしらんだって。クラウダさん、マリオならきっとネックレスを見つけてくれるよ。そうだよね、マリオ。はい、行きますか。じゃあ戻るか。ってことは、入り口の方まで戻るといいんだね、きっと。まあ、セーブしておきましょう。うん。ん、やっぱり、お姫様、お姉様か。お姉様、ひどい。なくしたっていう似顔絵、結局自分が持ってたなんて。うるさいね。細かいことをごちゃごちゃ言うんじゃないよ。それよりさっさと似顔絵を見るんだよ。私ですね、これは。ひぃ、これはさっきのひげおやじ。うわぁ、うわぁ、だって。なんてこった。それもこれも、ビビアン、全部あんたのせいだよ。後でみっちりとお仕置きをしてやるからね。お仕置きが多いよー。お仕置きが多いー。かわいそうだ。こうなったら仕方がないわ。さ、マリオを探し出す方法を考えるよ。うわぁ、こちらから会いに行きますわよ。ふん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 。ぴょん。
っていうことはだよ、皆さん。私は今からあの3人と戦ってネックレスを届けにまた飛行機をやんなきゃいけないってことですか？ねえ、せっかく登ったのに。わあ、落ちてしまったよ。またせっかく見つけたのにね。よいしょ。ん、アイテム使ったからなんか買うか。ファイヤーフラワーいいね。はい、これもください。オッケー。多分ぼったくりだよね。ちょっと高かったような気がするよ。これここ行くとあっちに行くのか。じゃあ入り口の方に戻ります。同じ場所にいるかな。わっ、いやーエンカウントしてしまった。よいしょ。えい、うん、かわいそう。いいね。おっと、危ねえ。でも1個減ったか。絶対1は食らっちゃうのかな。ね、それとも遅い、やっぱりタイミングが。えっ、ビンゴチャンスだって。これ当たんないんだよな。全然当たらん。2位食らった。タイミングが合わなかった。うん、えい、このパックンフラワーたちは白黒なんですね。それともこの世界だから白黒なのかな。ね、うん、また来るよ。やばい、もう7も減っちゃった。うわー、きつい。この後あの人たちと戦えるのかな。ね、えい、あー今ハンマーミスったから。うわっえい、よし。ふう、12ももらえたよ。よいしょ。あい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 、あー、避けれなかった。避けれませんでした。もしかしてめっちゃゲーム音大きい。ちょっと下げよう。すみませんね、ちょっと聞きづらかったかも。ごめんね。よいしょ。えい、よいしょ。えい、いいね。さあこいつをどうやって倒すかって感じですよね。どうしようかな。うん、これはどうやって倒すのが正解なんだ。アイテム、ジャンプで倒せたりする。トゲトゲしてるけどね。あ、ほら、甲羅かな。ゼロでしょ。こういうのどうやって倒すんだろう。仲間チェンジ、防御。アイテム使うしかない感じ。じゃあこれを使おうか。えい、うん、これでもさ、何か倒し方ありそうだけどね。どうやって倒すんでしょうか。
ほい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 。じゃないとあのトゲトゲにみんな勝てなくない？うわー、やだ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 。お、いたいた。なんと、マリオじゃないかい。バレましたね、ついに。自分から見つかりに行って、一体どういうことですか？ヒヒヒヒー。あ、回復しとけばよかった。恨みはないがね、スターストーンを探してるやつを放っておくわけにはいかないのさ。あんたたちはさっさと片付けて地図をいただくとしようかね。こっちはネックレスを返してほしいのだよ。あなたたち一体誰なんです？名乗るほどのものじゃないけど、一応名乗っておこうかね。我らは、影。三姉妹。影三姉妹。こら、ビビアン、何言ってんだよ。あんた、影三人組だろ、三人組。三姉妹じゃなく、三人組だっていつも言ってるじゃないかい。ごめんなさい、お姉様。あたいも心の中では妹だから、つい、かわいい。絶対いい子だよ、この子。絶対いい子だよ。改心してほしい。戦うのか。今でもめっちゃ回復しておけばよかったと後悔しております。私らに狙われるなんてあんたらも不幸なやつさね。マリリン、ビビアン、私ら影3人組の力をとくと見せてやる。ダバサダバサって言った。このバトルは逃げられないぞ。だってアイテム使おうかな、せっかくだし。えい。さあどうだ。うん、いいね。これもアイテムを使おう。もうバンバンアイテム使おう。これで3人確実に6のダメージはね、食らったわけです。いいね。本気でだって。やばい、回復しとけばよかったかな。ごめんなさい。だって、お、やばい、来た。うわー、やばい、結構みんな来る。ガードガード。アイテムを使って どうしようかな。キノコ炒めを使おうかな。うん、はい。こっちもアイテムを使って、マリオにアイテム使おう。うん、よしよし、ガード成功。うん、2上がってる。攻撃がやばい。ガードした、ガードできたっぽいな。そしたらこっちも行くよ。よし、こっちも攻撃をしていきます。えい。お、お姉様ごめんなさーい。お、ビビアンを倒しました。よし、次はこっちだ。やばい、めちゃくちゃ上がってる。やばい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 。避けろ避けろ。あいタイミングが合いませんでした。どうしようかな。これを使おう。じゃ、えい。どう？おー、嬉しい。で、俊敏コーラを使ってみようかな。よし、いいんじゃない。あ、俊敏コーラ強いくない。お、倒した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 。やったね。おー、嬉しい。めっちゃすんなり倒せてよかった。ひー、ちょっと甘く見すぎたわさ。マリリン、ビビアン、あんたらがしっかりしないから負けちまったじゃないのさ。帰ったらお仕置きだよ、覚悟しな。もうお仕置きばっか。ネックレスが、そんなもんほっときな。かわいそう。
まあでもこれはね、人のものだからお返しいただきます。早速届けてあげよう。だってこれな、セーブしとくか。よし、戻るよ戻るよ、全力で戻るよ。よし、ってことはまたあの飛行機に挑戦しないといけないんですね。きちいよ、飛行機に挑戦するの。はい、何か買おうかな。キノコっていうかファイヤーフラワー買っとこうかな。と、これも買っとこうかな。はい、はい、オッケー。いやー、飛べるかな。また戻れるか心配。よいしょ。さあどうでしょうか。これ下に敵いたよね絶対戦うじゃん。よし、ねえマジですか、マジかよ。わあやだ。アイテム使おっかな、いきなりここで。よし、いけー。あ、火効かないんだあいつ。何が効くの。やばい、ゼロだ。どうしよう。やっぱポウとかなんですかね。これ逃げたいな。あ、物知り確認ってのあるよ。あ、これそしたら、キノコを、まあこの亀に使いつつ、作戦で仲間チェンジでクリスチーヌにして、で物知り確認まだ聞いてない。だってこれ私がいるところに何か出てる。あ、決定しか出てないか。うん、何が効くんだろう。えい、作戦。効かないのか。どうしたらいいのかな。あ、物知り。カーソルが絵に入ったら絵を置け。どうやってるんだ。よし、うん、頭にはトゲをいっぱい。うん、体が硬いのがちょっと厄介ね。それ以外なんならアイテムなんかが結構有効。やっぱアイテムを使う。素直に逃げる。逃げるってどうやってやるんだ。よいしょ。うん、逃げる逃げる逃げるはどうやってやるのかしら。逃げるってどうやってやるんだ。あ、これだ。しょいしょいしょ。おー、なんだ、この手があったのか。なるほどね。やばい、もうね、逃げさせて、逃げさせてよ。作戦、逃げる。よいしょ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 。マジで？逃げれないの？逃げる。逃げさせてー。よし、逃げる逃げる。逃げる逃げる。マジ厄介、これ飛行機成功しないの厄介。うわー。
ジかよ。早いし、敵。敵早いし。来ないで来ないで。あぶねー。よし、行くよ。難しすぎる飛行機。よし、おー。いや、ほんとギリギリ。いや、ほんとギリギリ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。あ、これ回復しとこう。よいしょ。はい。ありがたーい。よいしょ。じゃあ、早速ネックレスをね、返しましょう。よし。よいしょ。よいしょ。返しに来ましたよ。セーブしとこ。うん。えい。おい、どうぞ。ネックレス見つけてくれたのね。とっても嬉しいわ。今の姿を見せられないの。ネックレスをドアの前に置いてちょっとだけ待っててくださらない？キーって開いた。これよこれ。嬉しいわー。だって。おー。すんごい豪華だ。豪華なミラーボールと一緒に登場するんですね。おー。確かにナイスムッチン。おー。なんか一歩引いた後ろに。アラン、あなたが私のネックレスを見つけてくれたマリオちゃんね。まあとってもいい男じゃない。だってうん、このお礼はたっぷりとしなくちゃね。もうギュッと抱きしめちゃうから。いいです、いいです、いいです。うわー、あー、ハートポイントがゼロに。あー照れちゃってん。かわいいんだね。スターストーン探してるって言ってたわよね。それってあのゴロツキタウンのお宝の伝説に出てくるスターストーンのことかしら。私みたいな美しい宝石を探す冒険だなんて、とっても刺激的でファンタスチック。まさか仲間になってくれるの？それにね、マリオちゃんのセクシーでダンディーなおひげもとっても気に入っちゃったの。だから私もその冒険に一緒についていくわ。よろしくね、マリオちゃん。もしかして強いかもしれないよ、でも。うん。嬉しい。クラウダの能力の説明。罰を押している間、強い風を吹いていろいろなものを吹き飛ばすことができるぞ。ほー。あ、このペラペラ今までに見たよ。おー。敵に向かって風を吹くと少しの間敵の目を回すこともできる。おー、すごい。マスターした。オッケー。バトルでは敵を踏み潰すムッチムチプレス。怖い。すべての敵を風で飛ばす吹き飛ばしが使えるぞ。強そうだ。めちゃくちゃ強そうだ。もしかしてナイスな相棒になるかもしれない。マリオってマダムキラーなんだね。クラウダさんのハートを射止めちゃうなんて憎いよ。それはともかくクラウダさんが来てくれるんだ。大きな木へ急がなくちゃ。よし、じゃあ行くか。大きな木。ぴょん。よいしょ、よいしょ、よいしょ。やばい、通れない。危ない。早く大きな木に行きたいんだ。あっ！食らってしまった。これでもさ、トゲトゲいるよね。トゲトゲがいるから、逃げたいな。よいしょ。
よし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 。やばいな、私このゲームで連打のスキルがついてしまうかもしれない。うん。お、メールを開く。GDM 創刊後、ゴロツキタウントゥデイ、ゴロツキタウンで起きた最新ニュースをあなたにお届けする。先日、西エリアの遊技場にて事件が発生。モンテの高さに腹を立てたクリード30が、リオガ駅のモンテッテ5を激しく揺らしたため、モンテッテの警報機能が作動、モンテッテは使用停止となり、遊技場はしばらく回転休業状態になった。僕、どんなに揺らされても機械だから痛くない。でも心が痛いね。遊技場は楽しく利用しましょう。だって。よいしょ。よし。えい。よいしょ。さあ。入り口を探すよ。どこなんだ。でもこの辺なのかな。ああ、ほら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 、さっき言ってたもんね。ほら、やった、秘密の入り口だ。これでオイラが中に入れるよ。だって、あそこか。そうそう、入ってきて。ほんとプニちゃんたちはいい子よね。だってマリオちゃんはご存知かしら、実は私ちょっと前まで舞台の大女優だったのよ。マダム・クラウダと言ったらその世界では知らない人はいないくらい有名だったのよ。でもね、きらびやかな世界の裏は実はとってもドロドロしているの。まあ大人の世界ってやつよね。私はその世界に疲れちゃって、それでこの森へ来たってわけなの。へえ、そうなんだ。ステージが大好き、かわいいね。とっても感謝してるの。だって。へえ。お、開いた。中から開けることができたよ。こっちこっち。だって。おお。行きましょう。だって。なるほどね。この人はプニちゃんたちに感謝をしているんですね。うん。でもすごくいい人そうですね。ちょっと怖いけど。すごい綺麗じゃない？なんか、いつもここにいるんだけど。おーい、おばばー。びっくりした。今私一瞬さ、おい、ばばーに見えてさ。めっちゃ、なんて口が悪いんだと思ったけど。うん。なんだお前たちは。どうやってここに入ってきたのであるか。これは、あれですね。バッテン。あの人たちの、手下です。あー、戦うのかな？勝てるかな？まあでも回復したばっかりだから、まだ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 いけそうですけど。逃げられないのか。ハンマーで戦おうかな。えい！どのぐらいのね、体力があるんだろう。ムチムチプレス。ダメじゃん。え、めっちゃむずい。ムチムチプレス。なんだなんだ、なんか飲んだぞ。はあ、でっかくなった。いい、まずい。おー、ガードがちょっと遅かったかな。これでじゃあちょっと、えい、よし、倒した。ミスしやすくなった。これちょっとカーソルを円の中に入れろ。だって。あ、外れた。めっちゃむずくない？むずいな。あー、むずい。まあまあまあ、でもとりあえず倒せそうか。えい、よしよしよし。ちょっとコツがいるな、慣れるまでね。あ、そろそろまたレベルが上がりそう。くそ、このままでは終わらないのである。次の作戦はペケター様に。あ、この先でまた戦うのかな。ちょっと不安だ。
あいつらをやっつけちゃうなんてさすがだよマリオ。え、絶対この奥にいるんじゃない？あ、いる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 。隠れてたんだ。だってかわいい。色が違う。この上についてる頭の玉の色が違います。おー、みんな隠れてる。やばい、プニプニされるぞと書いてプニプニされるぞって書いてあったまあでも確かにプニプニしたくはなるよね。かわいいもんね。紹介するよ。これが、待てよ、そいつが本当に俺たちの味方かどうかわかんねえだろ。もしかしたらあいつらのスパイかもしれないぞ。何言ってんだよプニタかわいい。プニタちょっと大きいんだちょっとムチムチしてるそういえばやけに数が少ないじゃないか。他のみんなはどうしたんだよ。あいつらに捕まっちまったんだよ。おばばもみんなも、そしてお前の妹もな。かー、え、プニコが。みんなあいつらに捕まってこの大きな木のどこかに連れて行かれちまったんだよ。みんなプニジチになってるんですね。かわいそうだ。そのプニジチたちをこれからきっと私たちが助けに行くんですね。あー、ヒゲのおっさんの力がどんだけすげえのか見せてもらおうではないか。うん、無理だと思うとか言われてるよ。まあ行くしかないよね。はい、行きますか。じゃあよいしょ。で、でまあセーブもしといて戦いに行きます。では開かないみたいにね、んだって。うん、どうすんの。木の中にいると思う。なるほど。あ、こういうところをね、行くわけだ。ほう、なんだこれ、なんか9とか書いてあるよ。これは？まあ上に行くのかな。上に行くしかなさそう。まだ見つかったか。うん、なんか見たことない、いたいたいた、ハンドスピナーみたいなやつがいますね。とりあえずここで、えいえい、ムチムチプレス、こっちに、えい、おー決まった。さあ何の攻撃が来るんだ。やばい、ファイヤーフラワーが来る。あー、ガードしたい。ダメだ、できないか。おー、うん、なんか三角のものが飛んでいます。何なんでしょうか。あれはガードみたいな感じなんですかね。とりあえずまあ手前の、えいえいで、技。多分効かないんじゃない。多分ガードしてるよね。えい、あ、ちっちゃいやつを倒したのか。なるほどね。わあ、1、よし、よしなのか。ハンマーは使えないんだ。これで、で、ムチムチプレス、頑張れ。えい、ふう、倒せた。7、
おー、結構もらえたよ。もうちょっとでまたレベルがね、上がりそう。お、いいね。こういうの忘れてた。完全にね、こういうの隠れてるんだったね。よし、先に進みます。ん、いるじゃん、めっちゃいるじゃん。これにバレたくないの。よし、バレてしまったのでもう攻撃しました。えい。うん、これの体力はどのぐらいなんでしょうね。あ、4か。4食らわせば倒せるんですね。えい。あ、3体いる敵。よし、なんかもう飲んでる。あ、大きくなるやつ。うわー、とっても厄介だ。うわー、しかもそれを使われるとめんどくさいな。身代わりみたいなやつ。よし、次で決めるぜ。はぁ、決まんなかった。めっちゃむずい。むずいよー。ガードしたけどすごい減ってる。うわー、これしか攻撃できないのか、このサクマドロップみたいなやつ。やばい、なんでずらしちゃったんだ。あーね、めっちゃむずい。難しい。うん、ひたすらこれと戦う羽目になってしまっている、このサクマドロップと。うん、よし、やった、やっと、やっとです。ね、わっ、ハンマーで、た、頑張る。えい。あー、十、うおー、あ、レベルアップ、やったね。やりましたよ、皆さん、嬉しい。どうしよっか、30にする？30にしよっかな、そろそろ。いいね、コツコツ戦う感じになりそうだ、今のところ。嬉しい。おおおおお、すごい。ここで満タンになっていいね。ちょっとやばかったもんね。ん？来た。もしかしておばば。あ、いるじゃん。プニオ、お前ここで何をしちょる。おばば、おばばのさ、おばば歯がないんだ。あの、なんかこう、口のところが、こう、すぼんでいるというか。みんなここにだって、はぁ、いっぱいいる。え、絶対君たちここ通れるでしょ。やっぱり来てくれたんだね、お兄ちゃん。かわいい、いっぱいいるじゃん。頑張ってね、お兄ちゃん、だって。牢屋の鍵。でも多分私ここ通れるよ。あ、通れないんだ。鍵を探さないといけない。ダメか。ダメか、話す。それしか言わないか。鍵探します？じゃあ。どこにあるんだろう。赤と青の鍵なんですね。もう絶対ここにあるじゃん。じゃあこいつを倒す感じかな。ああ、一体いつになったらスターストーンが見つかるのであるか。捕らえたプニ族たちもスターストーンを知らないようであるし、牢屋の鍵を持っているだけの仕事なんて退屈であるなぁ、だって。あ、これ。なんか、ネズミの、あやつ。
ん、あら、またお会いしましたわね。マリオちゃんのお友達？もうマリオちゃん娘に置けないわねー、だって。バッジをまた取りに来たんだ。わー、ふふ、また会えるといいですわね。アラン、ずいぶん大胆。もうマリオちゃんたらモテモテねー、憎らしいわ。そうそう、あなた方が探しているスターストーンはこの大きな木の地下にあるみたいですわね。頑張ったあいつらよりも先に見つけることですわ。それではごきげんよう、素敵なヒゲのミスター。またどこかでお会いしましょう。行ってしまった。すごい、たまに参上するんだね。お、なんだお前ら。おお、違う違う、あのネズミだ。あー、体力満タンになっといてよかった。逃げられないぜ、だって。これで戦おうかな。えい、よし、ゲットです。3。お、赤い鍵ゲット。この辺は、おお、ウルトラキノコ。この辺にはないのかな、もうね。とりあえず赤い鍵をゲットしたので開けてあげましょう。うん、助けに来たよ、ババ。バッカモーン、だって。プニオ、ちょっとそこへ座りなさい。え、え、いきなりなんて、どうして。おババを助けに、何をプニプニ言ってるんじゃ。人の話を聞かんか。一人の妹を放ったままどこか遊びに行ってしまいおいて。めちゃくちゃ怒られてる。すんごい怒るじゃん。すんごい怒ってるよ。気に取るのか。お説教なんですね。1時間後。ほほーって。よいか、これからお前もしっかりするのじゃよ。マリオたち寝てる。返事は1回でよい。何をしちょる。みんなを助けに来たんだよ。なんじゃそうか、そういうことなら私はとっととここから出ていくとするよ。腰が痛む。行ってしまった。そうだ、待ってろよプニコ、お前もすぐに助けてやるからな。プニコ待ってる。青い牢屋の鍵も探さないと。下に降りてババに何か知らないか聞いてみよう、だって。行きますか。じゃあ、うん、おババに会いに行く。敵にあんまり会いたくない。敵にあまり会わないで、ささーっとね。やっぱでも地下なのかな？ね。なんかさ、地下の方に、あ、これさ、絶対みんなで乗ると、みたいなやつじゃない？ 10 匹いると、こう、動きます、みたいな。絶対そうでしょう。よし。一旦ここで回復をし。いっぱいでしたね。で、セーブもしときましょう。オッケー。プニオか。ふん、お前がババを助け出すとは正直驚いたぜ。勘違いすんじゃねえよ、だって。まあ、おババいるじゃん。バカモン。めちゃくちゃ怒ってる。よく見るとさ、おババってなんか他のプニプニたちと違って、顔に何か巻いてるんですね。うん。マリコ。ちゃったかな？マリオだよ、マリオ。うん。おババが言うんじゃあしゃあねえな。プニコちゃんが心配。で、青い鍵はどこへ？うん。お。全部で11匹になった。ところでちょっといいかしらん。スターストーンという宝石を探してるんだけど、何かご存知ないかしらん。なぬ、スターストーンとな。うむ、なるほど。実はこの退治を死体死体といった地下に不思議な色の宝石が隠されておっての。悪者どもからそれを守り、清き心を持つ者に授けよと。
なるほどね。やっぱりこの後地下の地下に行くみたいですね。うん。スターストーンはこの大樹を降りていった地下の一番下じゃぞい。うん。おっと、そうじゃ、大事なことを忘れるところじゃった。スターストーンを手に入れるには他の捕らえられた仲間たちを全て助け出さなければならぬ。我らプニ族が一つにならなければスターストーンのある場所まではたどり着けぬと言われておるのじゃ。これを持っていきなされ。我らを率いる者の証プニプニ玉じゃ。おお、プニプニ玉台座にはめると、へえ、いいんだ。プニプニ玉をゲット。さあマリオ行くわよ。だってこれさ、なんかここ線があるけど、これはめくれないのか。うん、すまんすまん、最近物忘れが激しくて。連れているプニとはぐれてしまったら私のとこに来るがよい。バシッとはぐれたプニを呼び寄せてやるからの。いいかい、わかったわね。なるほどね。うん、じゃあちょっとこの後地下へ地下へと行くんですが、まあ区切りがいいので、まあ2時間ぐらい遊びましたしね、今日のところはこれで終わりにしようかなと思います。はい、ということで皆さんいかがでしたでしょうか。楽しかったですか。はい、私的にはこの不思議な森の、なんだろう、こういう背景とかこう色の感じとかがすごく可愛くて、見ててすごく楽しいなと思います。今回もね、ステージ1のさ、あのめっちゃ絵本っぽい感じも可愛かったんだけど、うん、このちょっとミステリアスというかね、民族的というか、すごくこの色合いとかが可愛くていいなと思いました。はい、ではね、次5本目になるのかな。そちらでは、残りのプニたちをね、助けるプニ自治たちをプニ自治ってちょっと言いづらい、プニ自治たちをね、助ける、冒険に、行きたいと思います。はい、ということで風宮まつりでした。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ではバイバーイ